はいさーい、はいさーい、今からですよ。はい、久高島藩が釣った魚をさばきたいと思います。はい、その魚をですね、はい、こちらドーン。いやー、でっけー。でかいっすね。でかすぎだろこれ。どうですか、マコロさん、初めての GT いけるかな、こいつで。さすがに今回ばっか100均の包丁置いたんだけど、これでも不安なんだよね。今回魚がでかいんで、ちょっとマゴロクさんがさばきがてら自分がもうサポート入るって感じで、2人体制でさばいていきます。はい、じゃあさばいていきますか。はい。え、買った。え取れんのこれ。え、その中だい、その中だい。なにこれ、音よ。いや、すごいんすよ GT、 なんか骨骨も硬いんすよ。歯が入らん。普通ここら辺そぐんだけどね。あ、いた。いったぞ。マゴロさんいった。マゴロさん全力出してるんで、コウちゃんも今必死に押さえてますね。おお。めっちゃ飛ぶ、めっちゃ飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。すげえ。気持ちいいぐらい取れるっすね。うん。あ、ウロコは取りやすい。よかった。いて。いて。一発一発がいて。何するんですか、マゴロさん。内臓。内臓。出せます。行くぜ。いらっしゃい。ここで頭まで、かなり奥まで刺してますね。侍も引くだろ、切腹で俺たちここまで嫌いんやって。まずは何を食ってるかみたい。どうなってんの。マゴロさんは綺麗にやりたい。あー、入った、入った。開け、腹、ほら。あ、心臓これもしかしてでかっ。え、真の臓これですか。真の臓。これが真の臓かき様の。うわぁ、グロい。でけぇ。こんな大きいんですよ、これ。内臓4つなんですよ。ケロベルスなんですよ、これ。大きい青虫がいる。いいってこう。青虫どれ、ほら。え、これ虫なの。違うだろ。いや、何の部分だろ。あ、うんこ、これ。これあれっすよ。うんこ、緑の液体が出るやつ。あ、これが胆嚢か。胆嚢です、胆嚢。じゃあ、これ、閲覧注意だろ。魚の内臓なのに。ここまで大きくなったらグロいっすよね。うん、グロいグロい。よし。うわー、うわ、臓器出てきた、いっぱい。石でもさばいたんか、あんた。こんないいでかい。うん、こいつ俺よりいいでかいんじゃないですか、もしかして。あー、今日なんか溶けてるね。もう溶けてるね。もう溶けてますね。あー、もう完全にお腹すいてた証拠じゃないですか。もうやばい、海みたいになってる。見てこれ、やばくないですか。これドフラミンゴがまとってるやつじゃないですか。すごいじゃないですか、これ。ファーだ。どうしたんですか、マゴロさん。元気ないじゃないですか。どうした。浮かれてました。な、え、何がですか。このデカさに浮かれてました。どうしたんですか。多分見てる人で、ちょっと前で、あ、こいつと思ったかもしれないのを、はい、今、俺も思いました。何ですか。開きって、こっから開いていくわって。え、上からですか。うん。てへじゃないですよ。大丈夫。癖じゃないですか、いつもの。そう。美味しそうだな。あ、なんかすげえ綺麗な身だ。アジって感じの身してますか。いや、なんかもうカジキみたい。ああ、あ、ちぎれるし。人間の首の骨ぐらいあります。やべえ。なんか調理じゃねえ、やってること DIY だ。いやー。よし、あとはよいしょ。これで取れた。できた。なあ。うわ、でけえ。でかすぎやないかい。やべえ。めっちゃ重そう。待って、めっちゃ美味しそう。かまんとこ刺し入ってる。こう脂乗ってるぞ。あ、本当美味しそう。どうあります、これ。これいけるかな、包丁で。無理か。なんか頭蓋骨みたいなのがデグい。さあ、負けた。俺は料理人を辞めるぞ。やめるな。やめるな、それ。それはダメですよ。これもそれ用じゃないんで、どこまでこいつが通じるか。頑張れ、こうちゃん。行け。こうちゃん行け。頑張れ、こうのもの。歯が反対まで ひん曲がったっす。大苦戦ですね。ちょ、
大物師なんかはもう声のポンポンさばいていくと思うんですけど、さすがにさばき慣れてる人でもここ半分に落とす人は俺いないと思います。やる必要がない普通。えら硬いっすか。あ、そう、えらはね柔らかいんよ。あ、そうなの。結構2倍さばくとき、トゲトゲしてて手傷だらけなるけど、むしろ気持ちいい。柔軟剤変えたってぐらい。よいしょ。あ、これエラを取る工程ですね、皆さん。これ。あ、取れた。表面こんなちょろそうなんですけどね、なんか実際硬いらしいんですよ。うわー、でけでけでけ、でっか。ほら柔らかい、これ。人工芝みたい。いけ、ほらほら、あ、疲れてます、ね、やばい。どうですか、マグロさん、この一撃にかける。いけ、はい、いけー、せーの、おりー。あー、やった3発入れなかった。うん、何のこと。見てください、これ開き、人体模型みたい、すごい、中身みたい。うわー、半分にしてやったぜ。疲れた。お疲れ様です、マグロさん。こっからが開きですね。干物を作る、まあ、台をね、組み立てようと思って、そこで使うのがこちらですね。水道パイプですね。HI20 の水道パイプと、三方継ぎ手っていう、これをこういうふうに簡単に近くなったじゃないですか。あとはここに足つけるオッケーなんですよ。はい、今ですね、あの、この下にこういうふうに網戸引いてるんですね、はい、網戸を引いて、まず、タイラップで固定するんですよ。はい、今ですね、はい、こういう風に、網を張って蚊帳の完成ですね。早いですね。はい、一瞬でできた。一瞬でできた。これをもう縛っちゃえば、それしまっ、そうそう、これを縛っちゃえばもう、あとは待つだけです。お、何ですか、ほら。まあ、ほんと接着剤で固定しないといけないんですけど、はい、ちょっと後で、まあ、バラしやすくするために今、もう今回テープでやってます。すごい。 OK、じゃあ下処理しますか。はいよ。はい、はい、というわけで次は塩水を作ります。塩水、お、これ何のために作るんですか。これはちょっと水分抜くのと、まあ、味付けみたいな、水1リットルに対して塩35グラムぐらい。35グラム、まあまあ30、あ、3% ぐらいとかかな。あ、なるほど。肝心らしいですよ、この塩分調整が。マジっすか。僕さっきホースで適当に水食べてたんですよ、はい、大将がバーローってなってて。マジっすか。おいって言った、はい、平手かましたんすか、うん、これ15リットルぐらい。大丈夫、蓋閉めてないっす。なんやって。はい、マロボさんが入れる。入れる。うん、ちょっと隠し味でね。お、これなんすか。これ料理酒。料理酒、おー、こちらでいる。臭み止めと、まあ、ちょっと抑えるのと、あと風味。隠し味なんだけど、多分1リットル入れちゃうか。東海岸ぐらいの海水のこさすね。これはこちら GT ですね。いくぜ、入水式、入水 GO。 おー、あー、幸せそうだこいつも。うわー、じゃあ OK、 よいしょ。3363にバトンパスです。かぶせるぞ。あと、あとは2日後に、じゃん、よし、よし、よっしゃ、ドレッシュ、腕でごまかした。はい、巨大アジ、干物にして1週間ですね。これ見てください、なんか匂いがもう怪しい匂いするんですよ。一応、ガンガン扇風機で乾かしては見たんだけどね。はい、殺人現場だろ、これ完全に。うわ、匂いした。うわ、吐いてる。あ、違う、肺が中に入って、はい、入りきれてない。あ、やつら、香りを楽しんでた。いや、香り食らってますよ。でもこれ、二重だったから不正なんだ。あ、そんな感じ。そこ行くんですか。顔怖い。なんか待って、ちょっと待って、これ待って、誰が醤油かけた、これ。なんか目もへっこんでるんですよ。あ、そう、ちょっと水分が抜けてるんですよ。反対側どうなってんだろう。うわ、めっちゃ匂いくる。あ、あ、あ、でも
干物っぽい。食べれそうな部分は食べれそうだね。今からリリースって無理ですよね。俺この動画で参加したのやつよ。最初から。なんで食べるときだけ俺いるんですか。お腹強いから。室内系 YouTuber ですね。そういうことになるのか。室内系 YouTuber ですね。とりあえずハイエースの中に改造しようかなと思ってます。改造しようかな。で、ハローがサポート役でハンマーを持ってきたり、横から横で応援したり応援する役ですね。あと、水飲んだりして頑張れ頑張れって。で、ちょっと汗が出てたら事務所に入ってエアコン作業の繰り返す。使えなさすぎだもん。あと、動画に動きないなと思ったら携帯いじったりカメラ回ってるけど、画面が動かんかったら自分携帯混乱してます。36さん、これきついっすか。いや、マジでお腹すかしとってくださいね。差し入れするんで。さっき食べてきたな。じゃただよ、マジでよ、ひっちゃんが一言言ったわけよ、うん、俺たち GT 関わってないぜ。つるの間違いだろ、この人生だってから。いただきます。これこれお母さん、おかずがないよ。お母さんおかずないよ。あんた仕方ないじゃない。あんたが稼いでこないんだから。ズキューン。お父さん、もうちょい働けんの？あるわい。おかずぐらいあるわい。で、おかず用意してよ。なんなのこれたくあん。これ17日目だよ、このおかず。17数えてんのか。連続で。あの正しいって字はそれだったのか。大黒柱がおかず取ってくるな。本当にあるの、うん、待ってろよボケオラ。ボケオラ暴力を振るうタイプの旦那じゃないですか。なんかこれシートってって言ってたね。俺らおかずだよ。何このバケモン。干物だ。おつさん、明らかに臭いんだけど。焼き魚とは違う匂いするんだけど。なんかすごい匂いする。買い付きだ。これで我が家も平和だな、安泰だ。ええよ、お母さん先食べて。お母さん絶対怖い。お母さん先食べていいよ。お父さんは大丈夫だから、こういうの。お父さん、どんなに避けても肺が来る。絶対お腹壊すまんだろ、これ。肺が集まるペースすごい。はいはい、人間も怯えてない、こいつら。いきますか。いただきます。苦味がある。待って、マジで手を止めたらやばいんだけど、このやつ。お父さん、お父さん、息子、お父さんが心中しようとしてる。この家族はもうダメだ。これちょっとお母さん、別居考えないといけない。真剣お母さんにあげたい。慣れてきたな。匂いに慣れてきた。多分だけど、なんかシュールストレーニング。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。ちょっとね、失敗かなっていう感じですね。はい、次回また GT 釣って、次こそは味の焼き成功させたいですね。完全に水分がまた取れなかった感じですね。
美味しいとは言えなかったです。まあ、はい、増えるっちゃ増える。で、この余った実はどうしましょう。肥料にするか。あるとかできないの？巻きとか。あーあー。あ、一応魚来ます？こんな匂いきついから来るんじゃないですか。ほぐして、身をほぐして、普通に V9 とか少し入れたら、多分いっぱい寄ってきますよ、魚。はい、こちら身の方は全部こちらの袋に、入れてます。そうですね。で、これを次回、巻き餌と混ぜて、餌として使っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。ごめんごめん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。